が、はい、すごい長いセリフ。はい、皆さんこんにちは。 MIK クリニック TV アーティスト&クリエイターの時間がやってまいりました。今回司会を務めるのは私、森進です。皆さん見ていただけましたかね。5月18日に、公開しましたハッピーバースデー、4作目ぐらいですかね。その時に出演していただいた、白澤さんと、斉藤渚さんが、今回お越しいただきました。ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。まずはですね、今回見ていただいている方に簡単に、自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、じゃあ白澤さん、はい、お願いいたします。皆さんこんにちは。ハッピーバースデーに出演させていただきました白澤拓也です。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、斉藤渚と申します。ハッピーバースデー、出演させていただきました。よろしくお願いします。まあ、難しかったですね。意外と自分でちゃんとその人間関係とか状況をちゃんと考えなきゃいけないっていうのもあったので、結構難しかったはありましたけど、僕はどっちかっていうとあの作品の中で写真が出てくるじゃないですか。はい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 、で、まあ、実際に現場で見て、実際に実物を見て決めようと思って、男性なのか女性なのかで、まあ、年下なのか年上なのかみたいなので関係性とかを決めようと思って、実際に現場に足を運んだ時に見て、あ、じゃあこれ父親だっていう風にして僕は作りましたね。その本当に私も拝見して、電話最初されてますよね。はい、その電話をされてる時の言い方がお母さんにすごくこう優しく話しかけていて、でその後の話している感じとも全然やっぱり違って、お母さんに対するこう何だろう、愛情っていうか、いたわりっていうのがすごい感じて、ああなんてお上手なんだろうって本当に思いました。ハッピーバースデー公開中。お前私と喋ってる時こんなんじゃないだろう。ですね。私はそんな器用じゃないので、前日に、誰を対象にしてやろうかなって考えまして、今子育て中なので悪いけどじゃあ息子にさせてもらおうかなと思って、はい、その心づもりでやりました。ありがとうございます。おにぎりとかもそうですよね。そうですね、作っていただいたんですよね。違います、あれコンビニのです。ごめんなさい。でもあの時にケーキもあるよとか、さすがその一言が結構胸を、そうですね、あの瞬間が良かったっていう意見も結構聞いてますし、それこそただいまって聞いた時の渚さんのこの表情でしたね。ふわっとこう、あ、帰ってきたっていう、あの表情は魅力的だなと思いました。ありがとうございます。お母さんです、ね、お母さんです。ハッピーバースデー公開中。まあ、改めてこの動画を見ていただいた視聴者さんがこの渚さんとか白澤さんの意見を聞いて、やっぱコメントを連絡していただけたら、ね、ね、ここが良かったよとか出していただけると、本当にモチベーションにもなりますので、ぜひぜひコメントを出していただけたらなと思います。はい、でももともとこの、ね、作品自体がちょっと映画っぽいというか、なので、それこそこういういわゆるなんかちょっとしっとりとかっていうふうにはすごくハマるとは思いましたけどね、僕こういうお芝居ってなんか、いい感じでしたね。当時は本当に単なるデモリール的な感じだったんですけど、それをちょっと3つ揃えてみたら、で音楽は上久保さんに、いろいろ依頼して、そしたらもう、いいよりいい雰囲気の、すごい素敵ですよね。でそして今回デザインも、ポスターデザインも三上さん、イラストレーターの三上由衣さんに本当にありがとうございます。で細かいところなんですけど、それぞれの役のストーリーになってるんですよね。嬉しい。実はもう
このポスターからストーリーが始まるっていう、うんうん、いや素敵ですよね。三上さんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい素敵な絵で。うん、草川さん、ご自身で写真作って持ってきましたね。やってましたよね。あれ自分の写真用意して、はい。いやすごいなと思いましたね。でなんか自分のそのなんか写真をなんかアプリで、そうです、ね。なんか年齢を変えて、変えてやってたんですよね。すごいですよね。そこすごい小道具に来たなと思いつつ、はい、いやお二人とも小道具すごい用意してきてるから、あどうしようっていやでもねシンプルででも良かったと思いますね。もう電話一本でこう対応できて、うん、面白かったですね。まあ脚本ちょこっと書いた身としてはこんなにストーリーが幅が広がるとは思ってはいなかったんですけど、うんうん、まあ、そんなハッピーバースデー現在公開中ですので、はい、ぜひこれを機にまた再度見ていただけたらなと思います。はい。はい、じゃあですね、これにて一旦終了したいと思います。はいはい、本日は、ハッピーバースデーアフタートークご出演していただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今後も二人の活躍をぜひご注目ください。じゃあ皆さん見てくださいね。ありがとうございました。ありがとうございます。